ゆるがはの味をじっくり味わえ。そいつがゆるがはの水の味さ。彼らはそんなうまい水を飲んでいるんだ。あそこではどんなことでも実現できるという。あそこじゃ空だって飛べる乗り物があるし、夜でも昼のように明るい。第一、獣に襲われる心配もない。実際素晴らしいところさ、あのゆるがははな。うまい。おかわり、この子の分まで飲んじゃったから。面白い小僧だな、気に入った。